お、そうね、イメージが影響するならば、実はね、先ほどちょっと言いかけたんですけど、マズラー博士も引き寄せたり言ってる。マズラー博士もやっぱりね、こうここに駆け上っていくためには絶対何が必要かっていうと出会い。例えば成功した人が、実は僕はこの商品で成功したんだけどとか、例えばなんかどっかにいいコーチに出会ってばものすごい力がつきましたとか、この出会いの偶然性っていうのがあると、うん、そういう偶然性っていうものに、こういうのをね、もう想像もできない偶然性に出会うことをピークモーメントって言って、ピークエクスペリエンスって言って、思考経験を名付けたんですね、まずは。だから皆さんもメンタルに来ようと思った人もいるし、体験が終わった人もいるわけです。で、また、こういうこと知りたいけど、声もかからない人もいるで、声かかっても、それ宗教じゃないとか言って、シャーッと引く人もいるわけです。そこに、うんって引っかかるのが、何なんでしょうね。実はその偶然性に、偶然性について研究している学者がいるんですよ。それがフロイトのお弟子さんで、カール・グスタフ・ユングっていう博士です、うん、フロイトは人間は意識の下に巨大な無意識があると言って個人無意識論なんです、ね、ところがユングはフロイトとタモと分かつようになった一つの大きな要素として、フロイト先生、あなたの理論は素晴らしい、でもそれはある部分しか説明できてないって言い始めた。おじさんが自分の理論をダメ出したわけですよ。これにはやっぱフロイトも切れたね。ユング、お前は名前か、俺のどこの、どこにどのこの理論の問題があるんだって言った時に、フロイト先生、おそらく人類は個人レベルの話じゃなくて無意識レベルではつながってるって感じ。だから A さんと B さんと C さん全然違うんだけど、重なってやってる部分がある。これをユングは集合無意識、あの人に電話しようと向こうから電話かかろうとね、なんか偶然、私その本聞いたよとか、あーってなんか面白い講座があるのって言って、ユーストン先生ってなんかまあ、こういうのくくってはった人ですよね、僕それどこで講演聞きましたよ、マジみたいな、そういうやっぱり急なんかいろんなことが重なってくる、これいけってことみたいな、その引き寄せっていうとなんかすごいねスピリチュアルだけど、ここにねユングはこれをね共時性という偶然重なることをシンクロにしていた、集合無意識。で、必要なタイミングで僕らは本当に求めれば、そして素直な気持ちになればポンと入ってくる。大体ね、世界中の大発見ってそうなんです。ニュートンがリンゴが落ちた時にバイブルの法則を発見した時に、ロバート・フックという人が全く同じ理論でバイブルの法則を発見したんです。例えばダーウィンが、人間は猿から徐々に進化していって、もともとポンと人間現れたんでね、進化の変歴があって人類になったんじゃないかっていうダーウィンの進化論は今現実的にはね、まあ常識になってますけど、それと同じように地球の裏側で、そのダーウィンの理論と裏側では地球のところで、なんとダーウィンと同じ進化論を発表した、ね、人がいるんですね、うん、それとかグラハム・ベルが電話を特許庁に駆け込んだ、これで電話がつながるんですっていう試作品と全く同じ試作品、2時間違いで依頼者グレーっていう人を発見して持ち込んで、世界の特許庁ではグラム・ベルが電話の発明があって、大体発見って同時進行なんですね。それって不思議じゃない。例えば結核、大きい
多層紙、新選組の結核で、昔は結核が不治の病でみんな亡くなるって言われて、もう死の病、それが世界中がこの結核をやっつける抗生物質を発見する、しのぎを削っている時に発見される時って同時なんです。うちが開けるっていうのは世界中ですよ。そこに何があるかって言った時に説明できるのは、ユングが言った全人類は集合無意識で本当に求めてたら意識と無意識の壁が開いて、例えば